第二代、グランビル伯爵グランビルジョージ・ルーソン・ゴアは、イギリスの政治家、貴族、ビクトリア朝の自由党政権で、閣僚職を歴任した。特に第一次、第二次、ウィリアム・グラットストーン内閣では長期にわたって、外務大臣を務めて活躍した。1833年に、父親がグランビル伯爵に上されてから1846年に、自身が爵位を継承するまでは、 ルーソン教の儀礼称号を使用した。1815年に、初代グランビル伯爵、グランビルルーソン・ゴアとその夫人、ハリエットの長男として、イングランドミドルセックス州のウェストミンスター地区、メイフェアにある、グレート・スタンホープ・ストリートで生まれる。イートン・カレッジを経て1832年に、オックスフォード大学、クライスト・チャーチに進学し、1839年に、学位を取得。 父親が在フランス大使を務めていた関係で1835年から1836年にかけてパリに滞在していた。1837年から1840年にかけてモーペス選挙区から選出されてホイック党の庶民委員を務めた。1841年から1846年にかけてはリッチフィールド選挙区から選出された。第二次。 メルバーン施策内閣では、1840年から1841年にかけて外務政務次官を務めた。1846年1月8日に、第二代グランビル伯爵の爵位を継承し、貴族院議員に転じた。同年に、数密顧問官に列する。第一次、ラッセル内閣には、はじめ主計長官、通称政務次官として参加したが、 政権末の1851年12月から1852年2月にかけては外務大臣も務めた。アバディーン伯爵内閣では、はじめ数密院議長として入閣した。しかし1854年6月に、庶民院議員のジョン・ラッセル卿が数密院議長職を要求した。数密院議長職に、庶民院議員が就任した事例はなかったため、グランビル伯爵は渋ったが、 首相アバディン伯爵は、政権内の不満分子になりつつあったジョン・ラッセル教を、懐柔する必要性を感じ、ラッセルの要求に応じた。これによって、グランビル伯爵は代わりに、ランカスター公領を担当大臣に転任した。1855年2月に第一次、パーマストン試社内閣が発足すると、再び数密院議長として入閣した。また、 高齢の貴族院院内総務ランズダウン公爵が、正界の第一線から退くことを希望するようになり、自らの後継者として、グランビル教を指名した。パーマストン教としては、貴族院の重鎮である、ランズダウン教に、貴族院への睨みを聞かせ続けて欲しがっていたが、ランズダウン教の意志は固かった。結局、ランズダウン教は無人諸将として、パーマストン教内閣に入閣しつつも、 貴族委任内総務職を辞し、グランビル卿がその公認となった。1859年6月に、ホイック党内の二大派閥、ピール派、急新派が合同して自由党が結成され、保守党政権の第二次、ダービー伯爵内閣の当格に成功した。パーマストンとラッセルの和解の役場では、ビクトリア女王から組閣の対面を受けた方を首相とし、 もう一人はその政権を支えることになっていた。ところが、ビクトリア女王は、パーマストンもラッセルも嫌っていたため、信頼する、貴族院院内総務、グランビル教に対名を与えた。ホイックに巨頭ではなく、ホイック中堅幹部のグランビル教に対名が下った、ことは正解に衝撃を与えた。グランビル教は渋々ながら、対名を排除し、パーマストンとラッセルに協力を要請したが、 ラッセルに反対されたため、組閣を断念せざるを得なかった。これに起こった女王の裁定で、パーマストンに、組閣の対名が下った。こうして成立した第二次、パーマストン施策内閣と続く、第二次、ラッセル伯爵内閣に、グランビル卿は、数密院議長として入閣した。第二次、パーマストン内閣期の1863年から1864年に、かけて、 ドイツ連邦とデンマークがシュレースビヒホルシュタイン問題をめぐって対立を深めた。首相パーマストン卿と外相ラッセル伯爵は会議外交での収集を目指したがグランビル卿は介入に慎重だった。ビクトリア女王も介入に慎重でグランビル卿をお目付け役にしパーマストン卿とラッセル卿の監視に当たらせた。この問題の真ん中、だが、 パーマストン卿とラッセル卿は女王にもグランビル卿にも独断でロンドン会議開催の計画を推し進めた。1864年2月にドイツ連邦の二大国プロイセン王国とオーストリア帝国の連合軍とデンマーク王国軍の間で第二次シュレースビヒホルシュタイン戦争が開戦した。その間の4月から6月にかけてロンドン会議が開催されるも 鉄血最小の異名を取るプロイセン最小、オット・フォンビス・マルクの作動で会議は座礁し、何らの合意に達することもなく終わった。会議決裂を前にパーマストン内閣の閣議では、デンマーク側で参戦するか否かの議論も行われたが、グランビル卿は、大倉大臣、ウィリアム・グラットストンと共に参戦に反対した。参戦反対派が押し切った結果、 イギリスは今後シュレースビヒホルシュタイン問題に関与しないことが閣議決定され、デンマークを見捨てることとなった。1869年3月13日のバニティフェア氏に描かれたグランビル教の似顔絵。1868年に自由党政権の第一次、グラットストーン内閣が成立。同内閣にグランビル教は植民地大臣として入閣した。首相、 グラッドストーンや陸軍大臣、エドワード・カードウェルは植民地に駐留しているイギリス陸軍の兵力削減を目指したが、グランビル卿はアメリカとの緊張が続くカナダのバスコシア州の駐留軍の兵力削減には慎重だった。1870年7月に外省第四大クラレンドン伯爵が死去すると変わって外務大臣に就任した。同時期大陸では、 皇帝ナポレオン三世の指導するフランス帝国と、最初、ビスマルクの指導するプロイセン王国の間で、不屈戦争が勃発したが、グラッドストンも、グランビル教も、この戦争に中立の立場を取ることを決意し、グランビル教は、フランスとプロイセンに対して、ベルギーの中立を犯さないよう要請した。一方でグラッドストンはプロイセンによるアルザスロレーヌ併合を恐れており、 同地の中立化を目指したが、グランビル教はそうした介入にも反対した。夫婦戦争中の1870年10月、ロシア帝国外相、アレクサンドル・ゴルチャコフが、フランスの苦境につけ込み、クリミア戦争の講和条約として、ロシアが結ばされたパリ条約の破棄を宣言した。これにはグラッドストーンも、グランビル教も強く反発し、グランビル教は、会議外交による解決を目指した。 しかし1870年12月からロンドン会議が開催されるもパリ条約の国会中立化条項の破棄が認められるという結果に終わった。1880年に第2次グラッドストーン内閣が成立すると再び外務大臣として入閣した。1881年から英仏に繁殖民地化されつつあるエジプトでウラービー革命が発生し、 エジプト民族主義が高揚した。1882年6月にはアレクサンドリアで繁栄暴動が発生し、この事件を機にグラットストーン内閣の閣内はエジプトへの軍事、干渉論が主流となった。グランビル卿は直接の軍事侵攻ではなく、エジプトの形式的な創始国であるトルコを通じての間接干渉を訴えていたが、首相グラットストーンは 軍事干渉派の閣僚たちを抑えきれず、軍事干渉が閣議決定された。これに反発した反戦派閣僚ジョンブライトは辞職したが、グランビル卿は首相の決定に従って軍事干渉賛成に転じ、閣内に残留した。こうしてエジプトはイギリス軍の侵攻を受けることになり、以降長きにわたってイギリス軍の占領下に置かれた。前ディズレーリ保守党政権時代に、 イギリス政府はドイツ人が多数植民しているフィジー諸島を併合してドイツ人の土地を強制収容していたが1882年7月にその件でドイツ政府よりドイツ人の既得権を守ることを求める要望書がイギリス外務省に送られてきた当初グランビル卿は植民地支配に支障を来すとしてこの要望を拒否していたまた同時期 イギリス植民地省もリューデリッツの領有権をめぐって、ドイツ政府と対立を深めており、この二つの対立を背景に、ドイツ最小ビスマルクは1884年から植民地政策をめぐって、フランスに接近するという繁栄政策を展開し始めた。結局グランビル卿とグラントストンはその圧力に、屈してフィジーのドイツ人土地所有者問題でもリューデリッツ、 領有権問題でもドイツ側に情報することになった。1883年にエジプト領スーダンでマフリーの反乱が発生。翌1884年3月にハルトゥームで包囲されたチャールズ・ゴードン将軍を救出するための援軍を派遣するか否かをめぐって閣内論争が起こったが首相グラットストーンは帝国主義政策を嫌って救援軍派兵に反対していた。 グランビル卿は、当初グラッドストーンを支持していたが、やがて派兵賛成派が、閣内の多数派になると日和み見になり、ついには、ハーティントン公爵や、セルボーン伯爵ら派兵賛成派閣僚と共に、グラッドストーンの説得に当たるようになり、グラッドストーンも派兵を了承するに至った。だが、この救援軍は間に合わず、1885年1月に、ハルトゥームは陥落し、ゴードンも戦死し、 世論のグラッドストーン批判が高まり、政権崩壊へとつながった。1886年2月から7月にかけて成立した、短命政権の第3次、グラッドストーン内閣には植民地大臣として入閣した。彼はグラッドストーンが当時掲げていたアイルランド自治の方針を支持していた。1891年3月31日に、 カウンティオブロンドンのウェストミンスター地区メイフェアにあるサウスオードリーストリートで死去した。75歳だった。スタッフォードシャーに葬られた。1846年1月8日に父グランビル・ルーソン・ゴアの死去により以下の爵位を継承した。妻、キャスティラ・ロザリンド。1840年にドイツ連邦両方バーデン大公国貴族エメリッヒ・ヨーゼフ・フォンダール・ベルクの娘マリーと 結婚したが、子供のできぬまま1860年に死別した。1865年に、ウォルター・フレデリック・ギャンベルの娘、キャスティナ・ロザリンドと再婚して、彼女との間に以下の腰を設けた。ありがとうございます。